こんにちは、佐々木です。本日はメルカリコロナウイルスリサーチで中国輸入のグリル商品を調べてみた、女の人への感染防止グッズがおすすめですよというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画はですね、コロナウイルスの女性グッズですね、女性への、感染防止グッズ、こちらですね、見つかりました。ぜひね、紹介させていただきます。はい、まずこちらですね、コロナウイルス入れていただきまして、新品ですね、送料込み売り切れですね、こういったふうにいっぱい出てきますね。はい、で今回ですね、女性向け防止感染防止グッズですので、一つですね、見つかりましたので、ぜひ、ね、紹介させていただきます。はい、こちらですね、ここをクリックしていただきまして、結構これ1980円高いんですね。はい、これですね、中国の方がちょっと調べてみました。実際ありましたので、こちらですね。こちらはあります。はい。で、値段が大体ですね、これ一つで大体229円ぐらいですね。全く一緒ですね、これは。一緒ですね。はい。で、メルカリ等で売っていただければ、大体利益ですね、500円前後出るかと思います。実際ね、これをですね、多数の方出してみたいなので、ぜひね、興味ある方ね、出品していただければ利益出ますので、ぜひね、販売していただければいいかと思います。はい、はい、チャンネル登録お願いします。ぜひお待ちします。ゼロの転売コミュニティとかね、秘密のコミュニティに案内します。ぜひね、参加してみてください。よろしくお願いします。あとですね、悩み質問がありましたらですね、ぜひね、LINE アット等からですね、お待ちします。可能の限りね、回答させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。お待ちします。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。